はいどうもパシです、3日連続でね最新情報の動画ということなんですけれども、今回は進撃の巨人コラボについての動画でございます。まひとくんの動画もしくはね荒野行動の公式のツイッターで上がっていた動画、皆さんご覧になりましたでしょうか。こちらですね、こちらなんですけれども日本限定コラボということで、いよいよ情報がかなり公開されました。でこれすごいんですよ、めちゃくちゃすごいんですよ。で立体起動装置っていうのがあるんですよね、進撃の巨人には。それつけてぴょんぴょん飛び回って何メートルもあるような巨人と戦うっていう漫画なんですけれども、原作は。それで今回の進撃の巨人と荒野行動のコラボ、なんとその立体起動装置が足されます。画像こちらですね。これめちゃくちゃすごくないですか。俺絶対立体起動足さないと思ってたんですよ。ただ衣装だけとか、またその巨人が出てくるとかっていうだけだと思ったんですけど、まさかの飛び回れるということで、めちゃくちゃねなんか YouTube 映えしそうなプレイができそうで非常に嬉しいですね。でこの画像なんですけれども、ちょっと細かく見ていきたいと思います。まず最初に右下の方に立体起動のゲージがあるんですよね。これ数えてみたら全部で12個もあるんですよ。で1回ピョンって飛ぶたびに1ゲージずつ減ってるんですよね。それで立体起動装置って原作ではガスで動くんですけれども、まあ、ガスが切れたら補充すればいいんですけど、補充できずにガスが切れたまま巨人と戦うと基本的に巨人にみんな原作キャラ食われていくんですよね。でガスが切れちゃうイコールもう絶対絶命みたいな演出がよくある漫画なんですよ。なんでもしかしたらガスがないとめちゃくちゃ不利な状況に追い込まれるとかっていうのも演出としてもしかしたら発生するのかもしれないですね。多分マップ内にガスが落ちていて12回飛んだら、まあ、ガスで補充みたいな、まあ、12回飛ばずにね、まあ、8回飛んで残り4回の段階でも補充みたいな感じで、まあ、ガソリンみたいな感じで、多分ガスがマップ上に散らばってるんじゃないかなというふうに、予想されます。さらにですね、画像の左上こちら拡大してみると分かるんですけれども、3チームに分かれて戦うレジャーモードみたいですね。でこれね3チームということで、もしかしたら憲兵団とかね駐屯兵団とか調査兵団とかっていうふうに分かれたら非常に面白いですよね。ということで進撃の巨人コラボ8月1日スタートということで、普段木曜日アップデートですけれども8月1日水曜日ということで水曜にアップデートが来るみたいですね。でこの公式のツイートを10万リツイートに達すると全員に進撃の巨人 T シャツをプレゼントというふうに書いてありますね。でリツイートするとエレンの衣装がもしかしたらトップスとボトムズシューズが当たるかもよとのことでした。皆さんねぜひともね公式の、ツイッターね動画説明欄に貼っとくんで、もしよかったらリツイートしてみてはいかがでしょうか。あとね詳しく、今回のアップデートについて語っているまひとくんの動画もURL 下に貼っときますので、ぜひともそちらもご覧ください、ね、全員に進撃の巨人の T シャツプレゼントってことですけど、これどんな感じの T シャツプレゼントする気なんですかね。まあ、個人的にあの進撃の巨人のね巨っていう字だけが表に思いっきりデカデカと書いてあって、パッと見なんだこれみたいな、巨人軍とコラボしたのかみたいな感じの T シャツだとちょっと笑うんですけどね、はい、まあ、多分ないと思うんですけど。ということで毎回お伝えしている最新情報の動画でした。これだけで終わるとちょっと物足りないと思いますので、続きの動画もご覧ください。どうぞ。今回でも最強のゴースティング対策、もうマッチングが終わってるところから配信開始っていうね、ゴースティングのしようがない。おばあちゃん課金、あーおばあちゃん課金動画コメント欄まあまあちょっと香ばしい人いてごめん、何人か下手すりゃ何十人かブロックしましたね。働けゴミクズとか、おばあちゃんかわいそうほんと引いたとか、うるさい。お前におばあちゃんの何がわかる、おばあちゃんをバカにするなって思ったんで、あのすいません、ちょっと何人か、すいません、ブロックさせていただきました。すいません。働いてない人っていうのは社会的に無敵なんですよ、わかりますか。なんで働いてない人が最強かっていうと、まあ、この間実際ネットであった事件なんだけど、有名なブロガーの人がね無職のニートの人を煽りまくったんだよ、インターネット上でコメント欄にいる人で。そしたらその無職の人がオフ会に来て、その人を、ナイフで刺し殺しちゃうっていう事件が起きてしまったわけですよ。でなんでそんなことが起きるかっつったら、無職の人ってデッドアライブで言えばさ、もう割とデッドラインに突入してる人も世の中いるわけよ。でそのデッドラインにいる人たちからしたら、別にもうこれで別にこいつ殺して捕まったとしても、もう俺元からデッドラインだから変わんなくねって言って、その人は本当にそいつを刺しちゃったわけよね。だそういうのもあって俺最近煽るのとかってやめたんですよね。割とマジでそのたまたま粘着質なデッドアライブ引き当てた時に、本気で粘着質の人って本当に殺すから、そうやって。そうだから結構ね危険な行為ではあるんですよね、その 無職の人を煽るっていう行為は。あ福太郎240円、俺も仕事辞めて240円、ありがとうございます。働いてるからお前スパチャできてんだぞ、親のクレジットカードで投げるスパチャと汗水垂らして働いてオパスさんに投げるスパチャ、どっちが気持ちいいよ。どっちも気持ちいいよな、結局オパスさんが気持ちいいだけ。確かにそれは間違いない。
ライブ来れたの久しぶり。坂本ちゃん久しぶり。こんばんは。日本代表の欲しかった感動。日本代表本当欲しかったね。俺今日だけどさ、ちょうど日本代表戦。マジで俺ツイッターとかでもさ、なんかさ普通になんかいろいろつぶやいてたけどさ、マジで悔しかった。見ててあんなに悔しいことあるっていう。俺今まで人生で一番ね、あのシュートが入ることを祈ったもん。あの本田圭佑の最後のフリーキック、いやーこれ決めてお願いって、あれが入ってたらなって。本当ね、俺あれが入る世界線に行きたかったもん。あれが入る世界線だったらもう全部一面本田圭佑が泣いて喜ぶような顔で、みんなが本田圭佑称えてみたいな感じじゃん。心臓がギュッてなるような、本当に悲しかった。見てて悔しかったですね。日本選手みんな頑張ってました。お疲れ様でした。もしよかったらあの俺の動画でも見て、あの休んでてください。ぶん殴られそう受験で夏休みモチベの保ち方教えてください。もう頑張んだよ。夏期講習楽しいだろ。夏期講習楽しいって思いながらやんだよ、ひたすら。手芸こんなこともできるようになったって。もう楽しむの、受験を。受験をね、楽しむコツっていうのは、受験っていうのはバトロワゲーなんですよ。受験はバトロワゲー。受験という名のね、生存競争に勝った本当の一部の人だけがドンカツできるんですよ。おらー死ねおらー。合格という名のね、ドンカツを目指して、いかに勉強して周りよりも賢くいい点を取るか、それを競い合うんですよ。頑張ったらその分自分にね、ちゃんと成長して帰ってくるんですよ。受験勉強を楽しみましょう。それぐらいの余裕がないとダメですよ。なんだあれ、あんなとこに車いたか。いたな、プレイヤー。 あそこにも六角あんのか。あ、てかあれ、俺のあれ車じゃないですか。俺の車がクリープ現象であそこまで移動したんか。で、敵があそこにいると勘違いして入ってったんか。面白。あと4人、銃声こっちか。来た。あいつの遮蔽物が完全になくなるところを見計らって。うっせうっせ、バレたしうっせ、あいつ反射速度鬼かよ。危ねえ、硬すぎお前マジで。危ないってマジで。真人くんかよ、お前どんだけ硬くなってんだよお前。バキバキナイス。ちょ、1試合目からやっぱドンカツしたいじゃないですか。あ、上で銃声。うわ、撃たれた。見えねえし、なんも。は、どっから撃ってんの。見えない、なんも見えない。なんも見えねえんだか。銃声もなんねえし。いやー、なんも見えなかったマジで。今回なんと俺ノラだけどデュオに来ました。ここまで真人くん1000円ファイトです。本物やんけ多分。真人くん1000円は草。バキバキナイスてかさっきそのバキバキナイスだったのに殺されたんだけどマジ。俺真人くんばりにバキバキだったのにさっき死んだんだけど。真人くんの野良と一緒に連携を取りたい。ほら野良の方行きますよ。ブブさん、ボブさん、ボブさん車乗ろ。はかどりますな。まあ、人くん見てる？うわっ！おっぱね！今の俺の反射速度やばくなかった？やばマジで。今のはちょっと、もさっちゃいましたね。危な！危なかった。角待ちいたんだが。クンキッズがいた。クンキッズとオパキッズだな。めっちゃかぶっとんねん。みんな知ってるか？あれ。クンさんの関連チャンネル見たことあるか？あのね、関連チャンネルっていうのが YouTube にあって、誰のチャンネルと一番登録してる人たちが被ってるかっていうのが見れるんだけど、くんさんの関連チャンネル1位ってくん界隈の人たちじゃないですよ。俺だから。俺が先、俺が一番関連してんですよ。くんちゃん、くんちゃん、くんちゃんって言っちゃったよ。くんちゃんのチャンネル俺が一番関連してんの。どういうことかっつったら俺とくんさんが親友ってことですね、はい、これテストに出るからみんな覚えておいて。おぱっしょくんちゃんは親友。あえてビジネスパートナーとか言ってるけど、じゃあくん界隈よりも一番登録者かぶってるってことはもういけずって、お口ではそんなこと言ってるけど正直じゃないんだから。敵いる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 、うん、待って待って、バカバカバカ、俺クソ今アップね。あの人いつまで乗ってんの
あの人いつまで乗ってんの。よし行かないと。ボブ行くよ。右から回っていこっか。キチー、これ強いポジ取られてた時。え、マジで負けんの。81式頑張ってボブ。ナイス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 。ラストワンラストワン。バブー。グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとへっしょ食らわなくなりますよ。あね、頭がない、へっしょ食らわない裏技。さあ行くぞ。奇跡を起こす、奇跡を起こす。いけるいける、やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。